線状王地は、産地、丘陵地の両線に並行する傾向を持った大地のこと、線的大地とも呼ばれる。二重両線に挟まれた大地が典型例である。線状王地の形成には様々な要因が考えられるが、主として岩盤クリープによる山体の重力変形により発生すると考えられている。この山体の重力変形は、 大規模な山体崩壊の前兆であるとも考えられており、防災の面においても注目されている。また、地震による断層形成も要因の一つであるという報告もある。二重山両の大部分は山両の片側が谷側にずり落ちたもので、特に正規覆面上ではっきりとわかる。これらの地形は山体重力変形により形成されると考えられており、 三体の地質構造が異なれば、その変形様式も異なってくる。これまで、主に体積岩からなる三体と加工岩類からなる三体で事例が報告されている。横山春次柏木健次藤田勝代加藤康夫、付加体に発達する二つの型の尾根上線上落ち、開口クラック、岩盤クリープ型と地震性、ノンテクトニック断層型。 日本地質学会学術大会講演用紙、114,147、チキラ・マサヒロ、岩盤クリープと崩壊、地質学論集、5241から250、長田秀直、戦場落ちカタログ化の試み、日本地質学会学術大会講演用紙、11270、小泉武衛、清水長政、山野自然学入門、古今書院、 ありがとうございます。